ネーナはドイツの歌手、女優。もしくは1987年に解散した彼女がボーカルを務めた同名のバンドを指す。このバンドが1983年に発表した代表曲、ロックバルーンは99の世界的ヒットで知られる。ネーナ、ノルトライン・ベストファーレン州、ハーゲン出身と言われることが多いが、実際はその隣町ブレッカーフェルトの生まれで、両親及びマイテイと共に幼児にハーゲンに移った。また芸名、ネーナがズザンネの愛称と言われていたが、これも誤りである。ドイツ人は休暇先として好んで、スペインに行くが、スペイン語で小さな女の子を意味するニーニャが語源で、彼女は3歳の頃から周囲にネーナの愛称で呼ばれていた。なお、日本では英語読みのニーナとも呼ばれた。ハーゲンのギムナジウムに通っていたが17歳で中退し、手に職をつけるために両親の勧めで金細工の技術を習う。1977年11月にハーゲンのディスコでギタリストのライナー・キッツマンと知り合い、そのバンドザ・ストライプスのボーカルに誘われたのが彼女の音楽活動の始まりだった。1978年にはライブに登場。翌年最初のシングル、ストレンジャーズを、1980年には LP レコード、ザ・ストライプスを発表。シングルの方はそこそこだが LP はあまり売れなかった。1981年、バンドは解散。ネーナは当時の伴侶である。ザ・ストライプスの元ドラマー、ロルフ・ブレンデルと共に西ベルリンに移る。二人はそこで知り合ったキーボードのウベ・ファーレンクローク=ペーター、ベーシストのユルゲン・レーメル、ギタリストのカルロ・カルゲスと共にロックバンド、ネーナを結成し、1982年に最初のシングル、ヌアー・ゴトロイムッドを発表。テレビにも出演して知名度が急上昇した。翌1983年、2枚目のシングル、ロックバルーンは99を発表。ドイツ国内でヒットチャート1位を獲得するにとどまらず、この曲を偶然聴いたカリフォルニア州の DJ の耳に止まって、アメリカ西海岸のラジオを通じて大ヒット、ついにはアメリカ国内チャート2位を獲得し、そこから火がついて全世界での大ヒットとなった。この曲はヨーロッパでは反戦歌として定着している。1984年の来日公演では、持ち歌が少なかったこともあり、同楽曲を4度も演奏した。ネーナ1983年には、ドイツのコメディ映画にも出演。しかしその後発表したシングルに、数曲のヒットがあったものの、次第に人気が衰えた。映画出演で知り合った俳優との間に、最初の子供を妊娠してバンドは活動休止に追い込まれ、そして1987年に解散した。この俳優との間には3子ができたが1992年に離別。12歳年下のドラマーと交際を始めて、ハンブルクに引っ越し、2児を設けている。バンド、ネーナ解散後も、ネーナ自身は1989年からソロ活動を続けていた。子育ての時期の楽曲は子供向けの性格が強く、あまりヒットしなかった。音楽活動の傍らテレビに声優、司会者などとして出演していたが、歌手としての彼女は完全に忘れられつつあった。ところがドイツにおける長期的な80年代ブームの中、2002年にネーナの元、キーボード、ウベ・ファーレンクローク=ペーターと組んで、かつての大ヒット曲、ロックバルーンは99を新バージョンで発表すると人気が復活、奇跡的なカムバックを果たした。2005年に発表したシングルリーベイストはドイツの人気ドラマフェルリブット・イン・ベルリンの主題歌になったこともあり、ロックバルーンは99以来22年ぶりのヒットチャート1位を獲得した。アルバムビルスト・ジュミット・ミア・アゲインもヒットチャート2位を記録。同年にはフランクフルト・ブックフェアでアルバムと同名の自伝を発表。その年3位の売り上げとなり、ベストセラーになった。ドイツ、オーストリア、スイスでのツアーも開始。携帯電話のコマーシャルにも出演。2007年には、マレーネ・ディートリヒのカバー曲を発表している。ただしかつてのようなドイツ語圏の枠を超えてのヒットは、今のところ見られない。2007年、自らの学校体験などを活かして、ハンブルク郊外に民主的な運営の学校を設立した。ザ・ストライプス、ネーナネーナネーナ。ありがとうございます。